ません、本当時間がなくて申し訳ないです。それから幹事社の方から質問お願いします。幹事社 NBC です。今日は1時間近くにわたって住民の方から大原についてご説明がありましたけれども、知事はこの土地と住民とこの自然についてどんなことをまず印象として受け止められましたか？はい、先ほどお話ししたんですけれども、やっぱりこの皆様が守ろうとされているこの土地の豊かさと、自然の豊かさと、やっぱり地域住民の方々のこの土地への思いっていうのがですね、改めてこの尊いものだというふうに認識しました。はい、それと校庭の途中は墓参りを、はい、お墓参りをされる場面もありましたが、こちらどういった思いでされたんですか？やはりこのご先祖があってですね、今の現地の方々がいらっしゃるっていうのと、やはりこの方々がお守りに なっているこの土地もですね、引き継いできたものというところがありますので、そこはやはりご先祖の方々にも、ご挨拶心苦しく思っていることを、このことについてもしっかりと思いを伝えたくてですね、お墓参りをさせていただきました。今日ご説明された大原の方たちは、はい、その先祖代々受け継いだこの土地を守りたいという思いを、はい、今日伝えることができて、はい、工事を中止してもらえるんじゃないかという期待感も高まっているとは思いますが、このダム事業について今後どう進めていきたい、どう取り扱っていきたいというお考えですか？はい、今お話の通りですね、やっぱりこの土地を思う気持ち、また私のこの自然豊かな土地に触れてですね、やはりふるさとって尊いもんだというふうに認識しましたので、今後この次はですね、ぜひ住民の皆様のお気持ちを聞いて、中断の話もですね、の思いも含めてしっかりとお話を聞くと、そういった機会を設けたいと思います。中断も含めてお話を聞きたいということですか？その思いを含めてですね、しっかりとまずお話を聞いて、その後でしっかりと お話し合いができるかと思いますので、はい、まずは聞く機会を設けたいと思います。幹事社から以上です。よろしいですか？ KTN です。はい、実際に今日、回ってみてこう、はい、気持ちの変化とか、こんなところあるんだなと大石知事なりに思った部分ってどういったところがありますか？前々からですね、素敵な場所だということは聞いておりましたので、でも実際やはり回ってですね、この自然もう本当に緑が綺麗な時期ですし、本当に自然が豊かだなと見て感じたところでございますし、鯉のぼりも立ってですね、子どもたちも一緒、この町でですね、やっぱりこう新しい命が生まれて、生活が送られているんだということは、足を運んで改めて感じたところでした。ありがとうございます。はい、朝日新聞の方に申します。住民の方とのやり取りの中で一番印象に持たれた方全部ですね全部でしたけども、やっぱりここいろんな世代の方々が一緒に暮らされていて、で昔からの伝統習慣もですね、しっかりと守っていらっしゃる、大切にされているというところは全部通して、まだ改めてください。長谷さん、リモートにメモを取ったどれくらい取るんですか？全部取りたかったんですけど、なんかなかなか全部は取れなかったんだろう。ほんのちょっとキーワードだけを、はい、じゃあその創薬として推進ということで今言ってらっしゃると思うんですけども、はい、この時計、みんなが歩かれて、はい、心揺らぐところはありますか？心揺らぐ、本当にこの自然の豊かさと綺麗さっていうのは本当に否定しようがないものだと思います。またそのダムの必要性っていうところについては、またそこと切り離したお話になると思いますけれども、まずはしっかりとやっぱりこの地で小原の皆様方が守られていらっしゃるもの、それをまずしっかりと見て感じてですね、こう体験した上でしっかりとお話し合いをさせていただきます。最後のご質問お願いします。はい、すみません、全く別件があるんですけれども、はい、非常に大事なことで、IR の件で、IR の件は今日はすみません、決しました。全国で判断が分かれた形になっています。非常に注目されていますが、その点はいかがでしょうか？質問が和歌山県議会で設置されたんですよ。はい、はい、それはちょっと私の立場で申し上げるところではないかなと思いますし、はいはい、長崎はしっかりと受け継いでいただきましたので、しっかりとお話しできるように
間がかかります。すみません、時間なんで。ダム以外の検討はされないんですか、はい、そのお考えはないですか。すみません、ね、時間なんで。すみません。ダムの必要性をもう一回け再検証するお考えないんでしょうか。じゃあまた。金子、谷川コンビに言われたままですか。すみません、時間がない。選挙で世話になった2人の、いないですか。パフォーマンスですね、今日は。パフォーマンスだけで見直しはしないんですか、本格的な。ご協力ありがとうございました。見直しはしないんですか、金子、谷川コンビの言いなりで発行だけですか。視察を本気で見直しにつなげないんですか。